新章かすみは、中国の広東省広州市出身の女子、ウェイトリフティング選手。2007年ウェイトリフティング世界選手権では、女子 48kg 級に出場し、スナッチ、クリーンジャーク、総合の成績を上げ、3つの金メダルを獲得した。2008年の北京オリンピックでも女子 48kg 級に出場し、全く他の選手を寄せ付けず、 合計2 1 2ラムを上げ、金メダルを獲得。同大会での中国の金メダル第1号となった。北京航空宇宙大体育館で行われた競技では、多数の地元の監修が押し寄せ、カユの大声援に応えて6回の試技べてを成功させた。しかし8年後の2017年1月、当時のドーピングにより金メダルを剥奪された。 ABC アーカイブド2020年4月17日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、AB 重量上げの陳賞・霞選手、中国初の金メダルを獲得中国国際、放送局、2008年8月9日配信。ちなみに、同大会の同種目に出場した日本の選手では、三宅博士美が 185kg で6位、大城美咲は 172kg で8位だった。 五輪イコール重量上げで、ドーピング違反の中国、資格停止一年。ありがとうございます。